はい、こんにちは。この子猫です。今回は難民の置かれた苦しい立場と、それに向き合う一人の一般市民の姿を描いた小説。行く、行った、行ってしまったの魅力について語りたいと思います。ネタバレを含みます。ネタバレなしの紹介動画も上げています。説明欄にリンクを貼っておりますので、未読の方はそちらをご覧ください。さて、行く、行った、行ってしまった。 主人公のリヒャルトおじさん、まあ、素敵すぎじゃないですか。まあ、今まで、まあ、たくさんのね、海外文学ヒーローに出会ってきて、まあ、かっこいいな、憧れるなと思ったことはありましたが、まあ、こんな人になりたいと思ったのはこのリヒャルトおじさんが初めてかもしれません。リヒャルトおじさん、何がいいかって、成人でも何でもない、ただのおじさんなところがいいんです。ただのおじさんが、きっかけは興味本位というところから、 難民という非常に難しい問題に対し、背伸びせず、無理せず、ゆっくりゆっくり、でも真摯に向き合っていく姿がとてもかっこいいんです。すごくリアルさを感じました。最初がいいですね。いきなり寄付したり、難民を救うための活動をしたりとか、そういうのではないんです。まずは難民が集まっている広場に行って、ちょっと彼らと話をしてみるんです。 しかも、多分善意とかではなく、暇つぶしとか、そういうレベルです。まあ、リハルトさん、定年退職して暇だったんで。まあ、でもそこから難民たちのことを知って学んでいくんです。まあ、最初は教養人っぽさがちょっと鼻につくリハルトさん。まあ、思想の随所に、イーリアスとか、オデュッセイアなどの、まあ、ギリシア古典からの引用を散りばめてくるんです。まあ、軽くイラっときます。でも、 難民たちと接していくうちに、彼らが決して自分たちよりも下の存在ではないことが分かっていく。まあ、例えば難民たちはシャワー室が共同であることを嫌がる。どんな理由かと思ったら、裸は同性であっても決して見せてはいけないもの。妻にしか見せてはいけない。神聖なものだから。とのこと。難民なんだから別に裸を見られてもいいだろう。 平気で思ってしまっている自分にリハルトさんは驚く。読者である私もやばい。自分もそう思ってたわ。と驚く。リハルトさんは周りの人がアフリカ人は自分たちの問題をアフリカで解決すべきであると言っているのを聞く。リハルトさんは難民たちがやることリストを作ったらどうなるか想像してみる。リハルトさんのやることリストは 食器洗浄機の修理工を呼ぶ。泌尿器化を予約。です。でも、知り合った難民の一人、ラシドのやることリストはきっとこうなる。ナイジェリアのキリスト教徒とムスリムを和解させる。武器を捨てるよう、ボコ・ハラムを説得する。そんなラシドに自分たちの問題は自分たちで解決しろ。 ななんんて絶対に言えないとリハルトさんは思う、まあ、最後もいいですね。強制立ち退きを命じられた難民476人。うちリハルトさんは12人を自宅に住まわせた。ある人は言う。我々が助けの手を差し伸べたからって問題が全体として解決するわけじゃないよ。確かにその通り。いやでも本当にそうだろうか。 リヒャルトさんは12人の難民を救った。いや、12人だけじゃない。リヒャルトさんの友人たちも、リヒャルトさんの行いを見て、それぞれできる範囲で、数人の難民を受け入れた。リヒャルトさんの行動は、結果、何十人もの難民を救った。そう。ただの普通のおじさんが、です。最後の最後。本当にね、ラストのシーンもとてもいいんです。 難民たちや友人たちとのクリスマスパーティーで、リハウトさんの本当にダメなところが明らかになる。元妻の存命中からリハウトさんには愛人がいて、そのせいで妻は精神的に病んでしまっていた。しかもリハウトさんは若い頃、まだ結婚していなかったその妻に打退をさせていた。それらを難民たちの前で語って終わるんです。 リアルトさんは成人でもなんでもないんですでももいす。難民たちのためにここまでのことをやれたんです。でやほんとね私たちが見習うべきそして私がなりたいと思うおじさん像がここにある気がしました。まあ、ダメでもいいし人間的に問題があってもいいんです。でも世界のために貢献できるんです。それを改めて教えてもらいました難民という非常に難しい問題を等身大の難民という 非常に難しい問題を等身大の視点で我々読者に伝えてくれる本当にね素晴らしい一冊。行く、行った、行ってしまった。未読の方はぜひ読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。